本当に。まあドラマも CD ドラマも作ったし、はい、ねえー、いろんなことやりましたね。でこれさ、例えばさ、今、はい、今ですよ、はいはい、こうイベントやったらどうなんだろうね。どうなんでしょうね。お客さん来てくれるんですかね。まあでも、うん、なんか20周年記念とか、うん、そんなんでイベントやれたら楽しいですね。同窓会的なノリになっちゃうのかね。ファンの方たちほら同時にこうね、こう育ってるわけですから、うん、でも、うん、あの時のこの幽遊白書のファンだった人が現場に今いっぱい来てるんで、でみんなに、まあ、ある役者とかある役者とかにブルーレイが出るんだよって言ったら、もうどうしたらいいんだろう、買いますみたいな人も現場にたくさん今いるので。確かに言われますよね。もうさすがにスタジオとかでもう幽遊白書見てましたって後輩たちに。なんか嬉しいんだか寂しいんだか、もう嬉しくて嬉しいし寂しいし恥ずかしいし、うん、もういろんな感情ですよね。今 何年だっけ、終わってから始まってからだったの。17年で、だから15年ぐらい、20年、当時15歳でも今30ですからね。30だよね。ブルーレディス記念イベントどうですか。この流れこの流れでここで流れでスタッフがここで触れるわけねえだろうが。ここで触れたらみんなも帰っちゃうぜ。本当にもうやめたっつってやれたら楽しいです ね、 ね、なんか難しいっす、うん、すごい。そうで、なんかこうふとね、目の前見るとさ、画面が映ってんだよな。なんかいいシーンじゃないですか、これ。いよいよラストシーンだね。ここだけようやっとオーディオコメンタリーらしくなってきた、うんうん、今回ガバラいっぱい出てるんですよ、このオープニング。ユウスケって最後ぐらいですよ、うん、多分。あ、そうだっけ、うん、そあのあだからシーン、なんでどうとかなんだっていう稽古が。あ、かわいそう、はい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 、これはかわいそう、うん。でもやっぱさ、あのこのフィルムのこう映像の質感ってやっぱいいよね。うん、そうですね。セルガのね。やっぱなんか今見ても、え、綺麗ですね。いや綺麗、あの奥行きがやっぱあるんだよね。綺麗だね。あのデジタルの映像と違ってこう、うん、なかなかいい。あのスカートやばいよね。そこですそこですか。そこです。今映像の話をしたと思ったら、今すごいいいシーンの話だって言ってるのにさ。だからあれまずいよ。本当にさ、うん、初めて見たか。いや初めて見たって。あ、まあ、うん、いやそれも色付きのね。あ、色付きの、うん、あ綺麗だね、うん、そんなに待たせねえよ。あ、きゃ来ましたよ。来たよ。誰が。新内が。お、なんか驚いてますね。今来たよ、うん、もう本当に感動のラストシーンだね、うん、ちょっと静かになったぞ。オラオラとか言ってほしいですよ。いやここでそれ。いや、 だからやっぱね、そこの騒がしがいらんですよ。やっぱりエミルとさ、やっぱ黙っちゃうじゃん。これだ、エミルのやめよう。え、もうですか。うん、このシーンいいところなのに。しかしやっぱなんだ、ね。あ、ちょっと。ものすごいベタな演出だけど、やっぱりいいね、こういう。いや、いいよ、やっぱり。夕日の海岸って、ね、やっぱ。これがなくちゃダメなんだよ。うん、ベタベタだけど、もうやっぱこれだよな。そうだよ。うん。そう、あれでボキッとこう首の骨からこう。いやいやいや、おいで、缶ですか。缶すごいな。そうなんか遠くで暗いのこう、あ、ブラックアウトした画面の遠くでさ、思い出しましたよ、これ幽遊白書って。ユウスケ死んだところが始まりましたけど。そうだ、最終回も死んだらえらいことじゃないですか。こういうのドキドキですか。それは別にドキドキしない、喋ってないから。なんということで、今なんかありました。なんかありましたね。ちょっとあったんですよ、もうすごいです。あ、そうですか。決定的なシーンでした。嬉しい感じのシーン。そうですか。でもあれいい場面のところはさ、やっぱりこれ僕使った方がさ、一生懸命こう涙しながらさ、感動しながらさ、この話を聞きながら見てはいけないような気がします。見てるわけですからね。私らがあんまりこう喋ってるところは邪魔になるかなと思うんですよね。いやいや、まあなんかすごい本当に。でもこんなになんかいろいろ喋れると思いませんでした、本当に。ねえ、今回は本当にね、なかなか思い出すのが難しいんだけども、うん、あるきっかけがあるとね、ああそうあった、うん、あった。一つ思い出すと結構どんどん湧いて出てきますね。忘れてるわけじゃないもんね。そうなんだよな。いやー、これでも語り尽くせないですね。そうですね、だから長すぎていろんなことがありすぎたよね。だから難しいですね。本当ね、最初話聞いた時ね、3分分喋れんのかと思ったけど、なんかもうもっと終わりが見えてきたらね、ちょっと足りねえんじゃないかみたいな。本当人間ってわがままだな。わがままよかったさ、オールナイトトークライブを、あのこれを買った人だけに。またお前適当なこと言いやがって。
いやなんかさ、例えばこう飲み屋がなんかでさ、ね、こうビールなんか飲みながらね、大変ですよね、そういうのもいいかもしれないね。そしたらさらに終わらなくなりますね。まあエンドレスだね、マジで。じゃあそのやっぱところで千葉さんが一鎖、一鎖、歌っていただいて。やだね、演歌歌手として。演歌歌手、演歌歌手の千葉しげるでございます。よろしくお願いしますね。やだね、一番嬉しかったのがね、最終回の全てのこれ皆さんのキャストが出るんですよ。これはねすごく嬉しかった。嬉しいし、そうそうたる人たちですよね、うん、全員の本当に。やばい、ちょっとこれを見て涙が出てきた、うん、いやだからその作画監督さんとかもそうですよね、うん、みんな出てきて、みんな、いやだからこんだけの人がさ関わってたわけでしょ、うん、でなかなか絵の方たちとほら接する機会がないからね。いや幽遊白書はなんかなんとかかんとか言って、うん、なんか3ヶ月に一遍ぐらい飲み会が、うんうん、やってたな、そういえば3あったですよ。ああそうか、はい、結構飲んでたねスタッフの皆さんともね、うん、はい、たまに、うん、千葉さんお忙しかったんでめったに参加してくださらなかったんですけど、うん、いらっしゃっていただいて。ああそうだ、あれ、はい、うん、あんまり出た記憶ないな、うん、ました、ました。そう、でももったいないね、そういう機会があるのにね。そうですね、しゃべるね機会がなかなか取れないのに、だって同じ仕事やってるんだ、うん、ね。ということで、はい、なんか、はい、またね地球がぐるぐる回ってるんですよ。いよいよですか。はい、全然最後じゃないと思います。まあということでね、もういい加減締めないと、はい、まずいなと思いますけど、まあ、今回まあ、ボックス1、2、3、ね、3本にわたってコメンタリーやったんですけどもね、はい、どうでしたか。楽しかったです。楽しかった、そうですね、もうそれしかないですね。そうですね、はい、ということで、まあこれをこう買った方たちがね、買ってよかったなと思ってくださればと思います。はい、それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。